東京都豊島区の皆さんにですね、お知らせしたいことがあります。今、巻き方、猫背、ストレートネック、ね、結構まあ話題になって、これはまあスマホのパソコンの影響であったり、スマホの影響であったり、すると言われていますけども、まあ私はちょっと違う部分、も見ていまして、まあ内臓が下がったりですね、ねじれたり、脳が下がってねじれたり、を守るためのシステムとして、腕をですね、こう緊張、まあ肘ですね、基本的には肘なんだけども、腕全体を巻き込むように緊張させているという、守るための緊張があるということを発見しました。これはまあ足にもあるんですが、で、この握るという動作ですね、だから巻き方にして、まあ、握る、これは、怖い、心配、怒りというね、感情的なものも一緒に含まれてしまっているので、解除するのがなかなか難しいという状態です。で、この巻き方の状態はですね、肺を、肋骨を縮めて、呼吸をですね、すごく浅くさせてしまうために、全身にね、酸素を供給量が少なくなってしまう。これ大問題なんですけども、そういったことが起きてしまっています。いくら深呼吸してもですね、しっかり肺が膨らまない限りですね、深呼吸する意味がありません。まあ意味がないこともないんだけども、やっぱり効果が薄いということです。で、このシステムを解除するためにはですね、内臓のねじれ、下垂、脳のねじれを取って、そして今度は脳に、腕の緊張がもう守らなくてもいいよというシステムをね、脳に送り返すという、まあちょっと世にも不思議な二段階調整が必要になるという話です。ぜひね、東京の皆様にも、この話をですね、聞いていただいて、そうかもしれないなという方はですね、ぜひご連絡お待ちしております。